皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは八方美人にならなくてもいいということについてお伝えしていきたいと思います。人は誰しもですね、嫌われるよりは好かれる方が嬉しいですよね。それは私でも一緒です。だからといってですね、これが誰にでも好かれるように行動しようとするといろいろな面で破綻が起こってきます。まず一つ目の破綻はご自身の心の負担ですね。八方美人であるっていうことは自分の意思を押し殺して、周りの人がいいように、その人に期待する内容に合わせて自分を変えていくっていうことで、だから本来の自分と本心が違うところにある場合には疲れてしまうし、ある時心が折れるか爆発するか、大体そういうことになっていきます。で、周りにいる人っていうふうに人からでね言ってますけれども、周りにいる人って言っても全員が同じ意思と同じ考えを持つ人ばっかりがそばにいるわけではないので、全てに対して全ての人がいいって言ってくれることってまずないんですよね。最適解を求めるっていうのはいいと思うんですよ。10人中ね8人が喜んでくれるっていうのとか7人が喜んでくれるとかっていうのでもいいんですけど、その7人が喜んでくれることが実は自分が本当はやりたくないことだったりするとですね、かなり辛いわけですよ。だとしたら7人が喜んでくれなくても3人がね、自分の残りの3人が喜んでくれることで自分が嬉しいことをやる方が精神的には楽です。で、これがですね、男性とかは結構ビジネス的にね大きくしていきたいとか、大人数の人に喜ばれるサービスの方が当たり前ですけど売上が上がりやすいじゃないですか。だから自分の心がっていうよりもビジネスとして成功させたい気持ちが強いケースにおいては、多数決というか多数の喜びを特に重視して、自分がどうっていうより人に喜ばれることっていうことで会社を大きくしていくっていうやり方ももちろんあります。ですが私が知っている限り、教室の先生、女性ですね、特にねはやっぱり感情の方をケアしてあげて、楽しくってやりたいことで、それが10人中7人はそっぽ向かれても3人が喜んでくれることをやっている方が幸せ感が強いタイプの人が多いのを見てきてます。だから皆さんに好かれようとするがために自分が本当はやりたくないことをやったり気持ちを押し殺したりする方がご自身のね心には良くないかなというふうに思っているので、この八方美人にならなくていいっていうのは誰にでもいい顔をしがちな人、特に拒否をされるとか自分のことを否定されるっていうことに対して過度に恐怖を感じるようなタイプの人はちょっと要注意かなというふうに思っています。案外ですね、人って人のことそこまで興味持たないので、好き放題ねやっててもそんなにこうひどいことをねしない限りは迷惑かかりすぎるってことはそうそうないので、特に教室業を選んでるようなタイプの先生方がやることにおいては問題ないことが多いので、まずはね自分の心をどこにあるのかっていうのをしっかり見定める方がいいかなというふうに思います。それでは